ベルラボ、ディジタルシンセサイザー、またはアリスの名で知られるは、1970年代にベル研究所のハル・アレスが設計した実験的アディティブシンセサイザーである。アレスマシーンは、計72個のコンピュータ制御式をシレーターを備え、アディティブシンセシスの手法で、オシレータ出力をミックスして、複数の学音を合成した。アレスマシンは、ベル研究所の先行実験、一部、 または全体を大型コンピュータ上のソフトウェアとして自装、の後を引き継ぐ最初の真のデジタルアディティブシンセサイザーと呼ばれている。アレスマシンによる完全な楽曲録音はただ一曲のみでその後分解され1981年オーバリンカレッジ音楽院チマラに寄贈された。1980年代にはアレスの設計に基づくシンセサイザー製品がいくつか発売されている。 クルーマール GDS、DKE シナジー、あたり、AMI-1、e、サウンドチップ、ムラジックススレーブ32アレスマシーンは、下記3つの装置で構成されていた。システム全体は、大きな一体型ユニットに詰め込まれ、その重量は300ポンドもあったが、設計者は、楽観的にも、ポータブルと形容した。DEC ール s i 1 1マイクロプロセッサを採用した汎用コンピューティング。 システムでお備え、入力デバイス用256入力のット二百2 5 0 h z の AD コンバータに接続されていた。アレスマシーンの入力デバイス群は、下記の通り、コントローラとパラメータの対応関係は、プログラム制御による任意割り当てが可能だった。コントローラからの入力データは、パラメータにマッピングされ、最終的に一連のパラメータが、サウンドジェネレータに送信された。 ただし制御用帯域機幅には制限がありパラメータ変更が毎秒約1000回を超えると CPU とフロッピーディスクが過負荷になった。この制限は毎秒約100音のそれなりに複雑なノートを発生可能なように設計されていた。第一のオシレータバンクは32個のマスターオシレータで構成されマスター信号を生成したつまり システムの最大同時発音数は32世だった。第2のオシレータバンクは32個のスレーブオシレータで構成され、第1バンクの核マスターオシレータに追随して、最初の N バイオンを生成した。この他、32個のプログラマブルフィルター、32個の振幅乗算機、256個のエンベロープ、ジェネレータのバンクがあった。これらすべての信号は、 192個の加算機のバンクで任意に相互接続可能でその後4系統16ビット出力チャンネルの一つに送られ d a コンバータ経由で出力された。システム全体は約1400個の集積回路からなる。実際の波形は任意時刻の振幅を64クワードロムベースのテーブルからルックアップして生成された。アレスはシステムの全計算を コントローラ CPU で賄うための計算量削減策として、ルックアップテーブルのトリックをいくつか採用した。気づいた時には結果は、非常数と常数の積と同じだったシステムを動かすすべては255個のタイマーとイベント処理用の16個の Q だった。コントローラーはイベントを Q に投げ、Q 内のイベントはタイムスタンプ順に相当され、サウンドジェネレータに送られた。 アレスマシーンは業界内で絶大な影響力を誇ったが、その実装コストは極めて高価であり、同様な原理に基づく製品が大多数のミュージシャンにとって手頃な値段で入手可能になるまでしばらく時間がかかった。ニューヨークのミュージックテクノロジーズはアレスマシーンを再パッケージ化する取り組みの中でイタリアのクルーマールと提携してデジタルキーボーズインクを設立した。 その成果は2ユニット構成の若干小さめのシステムで、Z80 ベースのマイクロコンピュータとディスクドライブからなる1つ目のユニット、一段キーボードと少数の入力、スライダーセットからなる2つ目のユニットで構成されていた。クルーマールゼネラルデベロップメントシステム、または GDS として知られる。このシステムは1980年3万ドルで発売され、 同じパフォーマンスを何度も安定再現可能なフレキシブルなシステムを必要とするスタジオに販売された。なお、同時代のアナログシンセは入力コントローラー周りの環境変化、つまり演奏パフォーマンス全般の影響を受けやすく、たとえ短い遅延の後でも結果が異なる傾向があった。GDS に最も傾倒したユーザーの一人、ウェンディ・カルロスは、 トロンのサウンドトラックで GDS を活用し、その後現在に至るまでこの楽器を愛用している。DK シナジー同じ基本コンセプトによるさらなる作業の成果が1981年発売の低価格なシナジーである。シナジーはコンピュータ部を取り去り、システム全体を77件キーボード筐体に再パッケージ化した製品だった。ほぼ時を同じくして、 他のアディティブシンセサイザー製品コンブリオ ADS-200 も比較的低価格な2万ドルで市場参入を果たした。コンブリオと GDS はいずれも販売が振るわなかったがシナジーはいくらか市場シェアを得た。しかし1983年登場したヤマハデラックス7はあっという間に市場を制圧した。デラックス7が採用した FM シンセシスはアディティブシンセシスと 同様なデオンの基本コントロールを提供していたが、アディティブシンセシスならば、多数の倍音、オシレータが必要な音響効果を、わずか2個のオシレータで、再現可能だった。デラックス7のわずか2000ドルという価格帯は、アディティブシンセサイザーのいかなる競合努力をも排除した。そして1985年シナジーの生産は、終了した。ムラジックススレーブ32オリジナルマシーンの、 最終バージョンは1985年秋デジタルキーボーズインクの閉鎖後に生産された。デジタルキーボーズインクのチーフデザイナーマーサー・ストコルは宿買いしてジムライト及びジェリーとシンスキーと共にムラジックス社を設立した。ムラジックススレーブ32はシナジーを2つのラックマウントモジュールに再パッケージしてミリインタフェースを追加した製品で、 シナジーのエプラムカートリッジの読み書きも可能だった。1984年あたり社はプロジェクトガザでアレスマシーンの1チップ実装の開発努力を開始した。その成果であるエイミー1チップは64個のオシレータとゲーム効果音用の複数のノイズジェネレータを備えていた。しかしながらエイミーは決して発売されず、またこのチップで低価格申請を製造する。 サードパーティーの試みも、当たり者が訴訟の脅しをかけたため終了した。ありがとうございます。